はい、こんにちは。スタジオでマサヤでお越しのギタリストの竹下敦です。本日はですね、弾き語りに関してなんですが、私はこういったね、カットギターと呼ばれる、クラシックギターですねを強くお勧めします。理由としてはですね、まず弦のライフ、弦と呼ばれるね、このナットからサドルまでずっとこう糸巻きからね貼られてる糸のことを弦と言います。これがですね、ナイロンでできておりまして、3に1弦がね、クラシックギターをガットギターを強くお勧めします。しかしながら今アコースティックギターと呼ばれるね、1、2弦が、巻き弦じゃないプレーン弦で、3、4、5、6が巻き弦になってるね、アコースティックギターを弾かれる方が多いんですが、実際難しいと思うんですよね。とにかく手に厳しい、ピッてやった時に油分が足りないといとも簡単に手が切れるんですよね。なのであまりおすすめはしません。でエレキギターなんですが あまり悪くは言いたくはないんですが、フェンダー社のものに関してはまだ、合理的に作られていると思うんですが、ギブソン社に関してはかなり買い読める余地があると思うんですね。以前もお話ししましたが、このねサドル部分に、コマがついていて、それが動くようになってるんですが、調整幅が10ミリぐらいあるんですね。これ全くもって無駄なんですよね。もっとはるかに狭い2ミリぐらいでいいと思います。でギブソン社もバカじゃないので改良してくると思います。実際レスポールジュニアなんかはですね、非常に合理的にできてまして、ただそのブリッジ部分に突起があって、それをこうぐるっと巻いてる状態なんですが、そっちの方がはるかにチューニングが合うんですよね。でフェンダー社の場合は芋ネジでこうグリグリってやってこう、コマの部分が動くようになってるんですが、最近はですね、ヤマハのパシフィカというね、ブランドがすごく、台頭してきておりまして、これはすごくよくできてるんですね。で私も実際何度か試奏させていただいたんですが、とても値段の割に音もいいですし、弾いた感じもすごくね楽なんですね。ただ全員が全員ね、そのプロフェッショナルなギタリストを目指しているわけではないので、楽をしていいと思うんですが、もしね、プロフェッショナルギタリストを目指すんであれば、順番としてはクラシックギターを学ぶべきだと思います。非常にね、まず、安価です。安価、安いです。ヤマハの、このねシリーズの、G シリーズの、今一番安いものだと3万5、6千円ぐらいからあると思いますね。はい、ヤマハのギターはね、とにかく出来がいいです。私もですね、中学生の時にはもうライブハウスに出演していたんですが、その時はですね、ヤマハの SG という、今かなり値段が上がってしまいましたが、当時はさほど高いギターではなかったんですが、どっかに写真があったんですが、どうだっけな、どっかにあったんですよ、なくなっちゃったかな、はい、なくなっちゃいましたね。しょっちゅう落とし物をするので、はい、その時はヤマハの SG を使ってました。その後ですね、アラン・ホールズワースというね、ギタリストに憧れがありまして、赤いね、ストラトキャスター、フェルナンデスのものかな、を使うようになりました。そして
残念ながらね、マクセルの CM で ボツになりました。曲、名前が出てこないや。あ、そして鮮やかに、そして鮮やかにの、エレキギター、その時は、多分テレキャスターを使ってましたね。で、その後に、オベーション、私のね、師匠であるレアルポンス正田氏が所有しているものを、オベーションアダマス、初期タイプですね、をお借りして使うようになって、で今、神楽坂の、クラブで、演奏させていただいてるんですが、その際にはほぼこのヤマハの、G150D と D150D と、あとヤマハの NCX5 ですね、を、使って演奏させていただいております。で、ここでまた告知なんですが、来たるですね、12月の2日、もう時間がないんですよね、結構必死です。新国立劇場で行われるレアアルフォンソ賞ですよね、ディナーショー、昼間なんですけど、ディナーショーですね、フランス料理が出るそうです、にゲストとしてお呼ばれいたしました。誠にありがとうございます。光栄なことでございます。に向けて、今、練習している最中なんですが、意外とですね、私、練習の時にはミスるんですよね。本番だけなぜかうまくいくので、皆さんミスを恐れずにね、実力の3割出せれば同じです。あまり多くを望まないことですね。まあ、10回やって3回やればいい方、うまくいけばいい方なんじゃないでしょうか。イチローさんもね、まあ、3割5分、4割打てた時があって、ラッキーぐらいの感じですからね。ギターをね、ぜひアマチュアの方、どんどんライブハウスに出ていただいて、まあ、ミスを恐れないことですね。もう10回あって3回うまくいけば同じぐらいの感じでいくとよろしいんじゃないでしょうか。というわけで、あまり なんでしょうね、ギタリストというのはなりたくてなるものじゃなくて、なってしまったみたいな感じですね。他に職業がなかったんで、そうなってしまったみたいな感じだと思います、皆さん。先ほどね、ザ・プリズナーの五十嵐治さんと、電話でお話ししたんですが、まあ、彼非常にね、優秀なギタリストであり、エンジニアなんですが、映画の、ね、音楽を担当されたということで、おめでとうございます。私はですね、なかなかそこまでいかないですね。というわけで、スタジオリバーサイドから、ギタリストの竹下敦がお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。本当に好きなギターを買うのが一番だと思いますよ。それではまたお会いいたしましょう。